こんにちは、こんばんは、ちまです。先日タオルがカビてしまうというお話をしましたが、そもそもタオルがカビてしまう原因は入浴後に洗面台周りをタオルで拭いているからだったのです。しかし洗面台は毎日掃除をしたいので、拭く前に流しをスポンジで磨くことにしました。今まではピンクカビなどが発生していましたが、毎日スポンジで磨くことでカビも発生せず、タオルがかびることもなくいい感じです。もっと早く思いついていればよかったです。今日話するのは乙女ニアチャンネルオリジナルのお話、こたつの外です。慣れとはすごいもので、翌々日には平気でまたこたつに入れるようになっていた。そしてあの日見たものが何だったのかが気になって、こたつのヒーターに手を伸ばして触れてみたが、やっぱり手が貫通するということは起こらなかった。それでもあの時見た誰かの手が忘れられなかった。どう見ても大人の大きな手で、腕も太く、自分ではないことを確信しているにもかかわらず、自由に自分の手として動かすことができたのが不気味で仕方なかった。それでも毎日こたつのヒーターを触っては夢だったのかと思う日々を繰り返すしかなかった。繰り返すうちに冷静になっていき、ハマチのことを思い出した。そしてハマチのこともこれが関係しているとしか思えなくなっていった。そうこうしているうちに、母はこたつ布団を片付けてしまった。季節は春になっていた。十分暖かい気温だったので、僕を含め誰も文句を言わず受け入れていた。僕は密かにこの時を楽しみにしていた。こたつの中がよく見えるようになるからだ。布団がなくなったこたつに仰向けで潜っていくと、真ん中にヒーターがあり、よく見てみると、思っていたより機械らしい武骨なデザインで単純にかっこいいと思った。でもどんなに観察してもそれは普通のもので、手や上半身が通り抜けられるわけはなかった。毎日目まぐるしくいろんなことが起こる学校生活を送っていると、この出来事に固執しているわけにもいかず、徐々に気持ちと記憶は風化していった。